はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。どうも、アサシールズです。今日はですね、12月の11月の30日ですね。どうやらね、12月1日が新シーズンってことで、まあ明日なのかなっていう、まあちょっとクエスチョンマークなんですけど、コシカリも発表あってね、最優先課題とコミュニティの懸念点ということで、この前も、まあ、紹介したと思います。マウスは撲滅なのかみたいなね、まあ、仕事をしてくれるのかという話をしたんですけど、まあ、今回ちょっとねもう一回見ていきます。あ、まあ、見込めていくというか、新しいの更新されたので、それを見ていきたいと思います。でね、もうね、はい、見てください。こうもう下に入ったこれ、プレイヤーの数はコンソール版におけるマウスとキーパーの仕事、これもうね、もうトップに来てるね。まあ多分本当にもう優先度が高いってことをもうちゃんと UBI が理解したようで、ちゃんともうトップに持ってきてますね。これはナイス。でもね、はい、残念ながら難しいということで対応中と。なるほど。まあ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 、でもね、これ多分普通にむずいと思う。俺もっておかしいんだけど。まあね、やっぱり、まあね、僕たちがプレイしてて、あ、こいつマウスだろうって言ってもね、まあ、配信してもマウスじゃなかったっていう問題もあるしね。で、これね、はい、これ見て。コンソール版の DOS 攻撃ということで、これ、僕ちょっと何、なんかさ、僕ツイッターにあげたんですけど、なんでこんなバンされてるのっていう。ああ、これ対応したね、ちゃんとね。すごいね、ちゃんとやってましたね。はい。でも一部のプレイにとってはまだ問題未解決だらしいですね。まあでも、あんなバンされてたらね、ちょっと驚きますよね。まあでも、仕事はしているみたいです。でね、これ来た。見てこれ。いや、これね、来たね。ちょっとこれね、PS、CS の人もそうだし、PC の人も、いや、これは嬉しいっていう、あれですよね、配信者モード、ま、いわゆるゴースティングですね、ま、他人の配信を見ながら、故意にね、同じタイミングでマッチングして、ま、敵もしくは味方に入ると。まあ、これは非常に大問題。まあ、僕ら配信者からしたらね、すごいだるいです。はい。まあ、ゴースティング例、まあ、ちょっとね、ありますし、正直やられたことも。まあ、やられたことというか、まあ、確定的じゃないんですけど、まあ、今やられてんなっていう、まあ、意識では、まあ、いた時もありましたね。ということで、まあ、やっとかっていう感じなんですけどね、だってもう、いやー、6でしょ来年で。6年続いてるわけですから、このゲーム。うん。まあ、やっとかっていう感じですからね。はい。で、まあ、ね、これ見てください。まあ、イヤー6の前半で対応を目標としてるということって、まあ、いいんじゃないですかね。そんな別に、まあ、別にすぐにやんなくていいし、あとなんかキャプチャーボード使えばね、なんか遅延できるっぽいんで、まあ別にそれ使ってもいいし、正直。まあキャプチャーボード高いんですけど、まあ、あとは外サバで回すとかね、まあそういう対応した方がいいと思います。まあ、そうですね、PC 勢の人って多分外サバとか全然回してますよね。はい。まあ、CS はちょっとね、今外サバ回すのちょっと厳しいみたいなんですけど、はい。まあ、PC で回してる人も多分いると思います。で、チートとハッキングね。はい。まあ、これはちょっとまあ、あんまり僕たちには関係ないので、飛ばしていくと。サーバーと接続性。ああ、これはね、どうなんだろう。あれかな、ずっと、なんだっけ、接続っていうか、無限ロードみたいなやつを見てるのかな。まあ、でも対応中らしいんで、まあ、なんでもいいでしょう、対応中なら。はい。ゲームプレイに関する最優先課題が、野外脱出、ユーザーの設置の検知。これは何なんですかね。はぁ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 、マップの亀裂とかで。なるほどね。つまり、ディフューザーがどっかに落っこしてしまって、回収できないことがあるみたいですな。僕ちょっとあんまりそれは知らなかったんですけど、まあ、あるみたいです。へぇー。で、次これね。これ、見てこれ。弾痕からの覗き見って。ちょっと待って。え？これ課題だったの？って感じなんですけど。銃戦を優位に進めるために銃だけを使って開けた穴が頻繁に処されていますと。マジ？マジ？ってか、まあ僕も使うんですけど、ロックしたりするときと。確かに使うけど、これ問題なんですかね。これ遠くから弾痕を目視できなかったプレイにとって大きな不安、まあ不安でしょうね。いやいや、これは別に俺、なんとも思わないな。別にテクニックだしさ、そういう、まあ小技だよね、逆に。うん、これは小技だし。この解決策には自信を持っているとか言ってるんですけど、マジか。はいはいはい、なるほど。これ皆さんどう思いますかね。弾痕からの覗き見ができなくなるみたいな言い方なんですけど。まあ、様々な対策を検討していると。なるほど。まあ、こう、僕は別になんかやられたら、まあ、僕が決め打ちできなかったのが悪いなってなるんですけどね。
だってリアルでいいじゃん。ねえ、タンコンピークリアルじゃない？結構リアルっていうか、やっぱ支持して僕リアルを追求してほしいから、俺は別にこれに関してはそんなに不満だけど、別に直すとこではないんじゃないかなと、まあ優先ではないかなと。別に直してもいいんですけど、まあできなくなったら仕方ないし、別にそれは何も文句ないんですけどね。はい。あ、出た、これ特定のスキンのゾビセット的な敵の目視が難しくなると。なるほど。あー、背景にね溶け込みやすいことで有名なものがあると。まあ確かにね、アッシュのね、なんだっけ、不毛の地でしたっけ、あれ確かに本当に見にくいよね、ちょっとね。確かにこれは直してもいいかなとは思いますね。うん、あんま派手すぎんのもあれですけどねまあでも一応やっぱレインボーシックシージ特殊みたいなゲームなんで、そういう面差があって別に僕はなんともというか、まあ別にそんなには気にしないですね。やっぱりリアルを追求してほしいっていう思いが強すぎて、はい。リアルを追求しすぎてゲームバランスが悪くなるのは確かに問題っていうことですよね。つまり UBS さんからとってみれば。なのでこれは改善させていただくよっていう、まあイヤロックのイヤ6か、イヤ6中代表目標了解です。耳鳴り対策、これどういうこと？そうなんだ、一部不満をよく声、一部でも取り上げていく。なんかどうしたんですか、ちょっと指輪さん。ちょっと僕見直してるかもしれないですね。なんかちゃんとコミュニティの声を聞いてるみたいですね。はい、まあ、これちょっと僕はよくわかんないんで飛ばします。飛ばしますっていうか、別に何とも思ってないんで、はい。はい、次ですね。次はフラッシュへの反応。一貫性の改善。フラッシュ対応ってどういうこと？オブジェクトや障害物のせいで敵にフラッシュの効果が及ばない現象が多発してました。はあ、そうなのか。なるほどね。なるほど、なるほど。了解で。それをね、まあ、なんていうの、まあ、ちゃんとフラッシュを効かせるように、やっていこうっていう意味ですよね。なるほどね。でも俺ね、思うんだけど、ちょっとね、フラッシュの音ね、聞こえなさすぎ。聞こえなさすぎてか、フラッシュの音、フラッシュ投げ、フラバン投げんじゃん。投げた後、やっぱもう足とかさ、もう普通に、何、海岸線とかで行ったらキッチンマラとか侵入してきたりとか、あとラペン音が全然聞こえない。俺それ直してほしいなと思ってる。あのね、ラペった後、入ってくんじゃん。あれフラバン炊いたらマジで聞こえないのよ。うん、マジで聞こえない。もう炊かれたから入ってるなっていう思いで決め打ちしていかないとあんなの勝てないんで、俺はね、ちょっとフラバンの音でかすぎんじゃねえかなと思ってますね。はい、まあ、そこ直してほしいな。はい、これが最優先課題です。はい、すいません。あ、はい、ここまでですね。ということで、まあね、意外となんかしっかりしてるんじゃないかなとは思いましたね。まあ、多分オペレーターの調整とかはね、またちょっと違うとこに、まあ、入ってくるんだなとは思うんですけど、意外と、まあ、以前の、コミュニティとの懸念、最優先課題とコミュニティの懸念とは、まあ、ちょっと、なんつうの、内容がまあしっかりはしていた内容かなとは思いますね。はい、まあ仕事してるかどうかはわかんないんですけど、まあでも見た感じバンとかしてたし、 DDoS と DOS だっけ、なんつうのっけ、わかんないんですけど、 DDoS、DOS、 DOS、 わかんないですけど、はい、まあ意外としっかりしているっていうことでした。ってことで、まあ期待ですかね、これからも。はい、期待これからも期待っておかしいんですけど、これからまあちょっとね、ここまで結構なんつうの、上にね結構いいものもね持ってきてたんで、まあ、それほど UBI はちゃんと考えてるっていうか、ちゃんと考えてるか、コミュニティが何直してほしいっていうところを、まあ、一応理解はできてるっぽいっていうのを今回はね、うん、しっかりできたんじゃないかと思います。悪くはない内容でしたね。はい、どんだけ俺褒めねんって話ですけど、まあでも今回いいんじゃないですかね。まあこのマウスとキーボードに関しては本当にな、もうみんな本当に悩んでると思うんで、はい。で、僕がね、一番いいと思ったのはこの愛人者モードね。はい、素晴らしい。これはもう、あ、これって感じです。はい。ところで、ご視聴いただき、ありがとうございました。